はい、おはようございます。アスカルでございます。今日の動画はですね、自分で自家製麺を売ってオリジナルの TKM、 こちらを作っていこうと思います。で、このね、TKM を作るにあたって昨日からね、若干まあチャーシューとか味玉とかね、少しね、仕込みはしてあるのですが、その続きからね、今日は作っていこうと思います。昨日仕込んだものなんですけど、醤油漬けのチャーシューですね。これを使ってね、燻製を作っていこうと思います。まずはこちらのチャーシューですね、1日というか一晩か漬け込んであるんですけど、こんな感じになっております。で、このね、水気をね、よく切っていきたいと思います。よいしょ。燻製をするときに表面に水分があるとね、香りっていうのが結構つかなくなるので、ここはね、しっかりと水気を取っていきます。よいしょ。そしたら本日はこちらのね、燻製器を使っていきます。よいしょ。本日燻製に使うのはこちらのね、桜のチップを使っていきます。桜と、こんなもんか。はい、蓋して、よいほい、で、はいと、オッケー。ここの状態で蓋をして、この状態から約2時間ぐらい、熱くんをしていきたいと思います。続いてね、これもも肉なんですけど、昨晩からね、クレイジーソルトに漬け込んであります。で、これね、我が家にあるテスコムさんの低温のコンベクションオーブンですね。これね、めちゃめちゃ使い勝手いいんですよ。で、ここに、ジップロックのまま使えるので、よいしょ、中に入れて、ほい。で、これね、よいしょ、低温のパンモードで、65度に設定して約2時間ほど加熱していきたいと思います。で、一応ね、これお肉の、準備は整ったんで、ここからね、麺の方を打っていこうと思います。今ね、目の前がね、すげえごつくなってるんですけど、製麺のね、機械とか、材料持ってまいりました。今日はね、自分のデカ盛り用と嫁さん分のね、1人前を作る予定なので、小麦の方は約 1.5 キロを使って製麺をしていこうと思います。メインの小麦がこの春豊かっていう、こちらを約 1.2 キロ、全体の8割ですね、小麦を使用して、これね、特飛竜っていう小麦、これをね、約2割の、300グラムですね、こちらを混ぜ合わせて今回は製麺をしていきます。まずこちらの 1.2 キロの、春豊か、ふるいにかけていきます。よいしょ。はい、OK。 そしたらこちらのね、特飛竜の方も一緒に入れていきます。OK。 じゃあこれ一旦ね、しっかりと、小麦の方を混ぜ合わせていきます。 OK かな、こんなもんで。続いては、この小麦に入れるお水を作っていきます。お水といってもね、ラーメンのお水は、ただの水を入れるだけじゃなくて、まあ、乾水とかね、まあ、お塩とかいろいろ使ってね、小麦にグルテンを発生させて小麦自体をね、こうつなげていく作業があるんですけれども、そちらのお水を作っていこうと思います。小麦に対して 38% のお水、つまり 570cc ですね。よし、したらこれで 570cc と。続いてお塩、これは全体の 1% 程度なので、1.5g と。違くね、 15g じゃね、 15g だ。はい、 15gOK と。続いてこちらの乾水ですね。で、今回乾水の方は約 1.5%、つまり 22.5g か入れていきましょう。で、この乾水については
かなりねラマになりやすいので水を混ぜながら、乾水を入れていきます。よいしょ。で今回ね麺にプリッとした食感を持たせるためにこのね乾燥卵白、こちらもね全体の約 3% ほど入れていきます。 45g か。よいしょ、多いね。卵白軽っ。よいしょ。今こんな感じでお水完成したので、これを小麦に混ぜて、水回しをしていきます。まずは半分と。この水回しがね僕全然何回打ってもやっぱ慣れなくてめちゃめちゃ難しいんですよ。やっぱり水が均一に回らないとこのね製麺をした時に小麦がねブチブチになるんですよね。いいよ。全体に馴染むようにしっかりと水を回していきます。よし、これで最後かな。よし。でこれねグルテンが発生するまでもある程度時間がかかるのでこのまま約5分から10分ぐらいうまく水が馴染んでかつこう粘り気がね出てくるまで回していきたいと思います。よっよっ。よいしょ。あーこれがね重労働なんですよ。疲れる。いい感じかな。全体的にそぼろ状というかこんな感じまで、水回します。そしたらこちらのマシンの出番でございます。この上にね、小麦入れていきます。ある程度ダマにして、よいしょ。はい、よっ、よいしょ。ここからの工程はねバラがけという、まあ、このね小麦を固めて1個の麺体にする作業になるんですけれども、僕の場合はちょっとね麺の量が多いのでこの機械にねバラがけを任しちゃいたいと思います。はい、いってらっしゃい。よっしゃ、オッケーかな。今ねこんな感じ見えるかな。明太完成しました。よいしょ。一旦この状態でこの明太をね袋に保存して約ね1時間ほど寝かしていきたいと思います。と、はあ、ことで、ただいまね麺の方が寝かし終わりましたんで、この後ね、この機械を使って、まあ、圧煙というさらに麺に圧力をかけてコシを出す作業ですね。これをした後に麺をね切り出していきたいと思います。いらっしゃい。よし、疲れちったぜ。今ね、無事圧煙の方まで終わりましたんで麺をね切り出していきたいと思います。今回、2mm の切り刃を使っていきます。そしたら麺切り出していきましょう。そしたらこの麺を一定の長さでカットしていって、よし、切り出しは OK かな。そしたらこちらの麺にね打ち粉をまぶしていきます。
ただ一食分を麺箱にと。はい、ってことでね、麺こんな感じで完成しました。いや、製麺大変だった。はい、ということで、ただいまね、製麺終わりまして、ちょうど燻製の方も完成したので開けていきましょう。燻製こんな感じでございます。いい感じのバラできております。よし、はい、チャーシューこんな感じで完成しました。そしたら、こちらの方でね、醤油の返し作っていきます。まずこれね、お醤油が500と、今回、TKM といってもね、ちょっと変わった TKM 作っていこうと思います。で、このトマト缶ね、これをね、一缶丸々入れちゃいます。いいよ。で、若干醤油が薄まるので、その分お塩を適量入れちゃいます。いいよ。で、これを火にかけていきます。これで返しがね、プクプクと泡立つぐらいの温度で、約ね30分ほど火入れをしていきたいと思います。そしたらね、チャーシューとか具材すべて完成しましたので、嫁さんの分のね、このオリジナル TKM 作っていこうと思います。麺入れてっと、よし。その間にまずこれ、先ほど作ったトマト入りの醤油の返しを 30cc と。そしたら今回は香味油、洋風にオリーブオイルを使っていきます。オリーブオイル大体 15cc ですね。これで下準備は完成でございます。よいしょ。いや、もうね、ちょっとぶっちゃけこんなこと自分で言うのもあれなんですけど、めちゃめちゃうまそうな気がする。いえ、うまそうだぜ。よし、 OK、 ういった。よし、しっかりね、水で締めていきます。いえ、そしたらここに黒胡椒とトッピングにゆでキャベツ、はい、でチャーシューと、でこれがももですね。でこれね、トッピングトマト、乾燥バジルか、散らしております。青ネギに最後これニンニクと、やっぱりトマトにはニンニク合うので、これはあえていきましょう。よし、でラストは TKM なんでね、卵を中央に、いやー、はい、できたー。できました。これフルトッピングのオリジナル TKM でございます。これをね、嫁さんに食べてもらいたいと思います。ということで、普通だったらね、これ作るところとかいろいろね、動画を撮るところなんですけれども、うち大食い動画なんでちょっとね、そのあたりは省略して、めちゃめちゃうまそう、結構ね、テンション上がってます。もうお腹空いたんで食べていきましょう。いただきます。いいよ、おー、ほいほいほい。しっかり TKM になってるわ。うまっ。いや、うまっ。この麺がね、だいぶもちもちしてるけど、張りがあってね、TKM にぴったりの麺になってるわ。
そしたらちょっとここ割っちゃいましょうかね。よ、おい、おい、おい、これちょっと具材混ぜちゃおう。下にね、返しが入ってるんで、よいしょ、よいしょ、 うまそう。いや、よいしょ、こっちもね、一回全部混ぜちゃいますね。よっ、よいしょ、うわ、めっちゃうまそうじゃないこれ。よいしょと、醤油もね、かなり火入れはしたので、まろやかになってるし、かつね、このトマトの酸味っていうのかな、しっかりと効いてるんで、バランスがいいね。てか、しかもオリーブオイルの香りがね、結構効いてる。そしたらこちらね、もも肉でございます。低温チャーシューね、だいぶ柔らかそう。やらっこ、うまっ。トマトと一緒にいっちゃいましょう、これめっちゃうまそう。間違いなくうまいや、こんなの。生トマトのこの酸味いいね。うん、ゆでキャベツもいい仕事してる。これね、醤油漬けの桜チップで作った燻製チャーシューでございます。香りいい。ちょっとこれそろそろ飲んじゃいましょうか。それでは皆さん乾杯と。食いたいな。チャーシューと飲みたいか。うまっ。ただ思ってたより麺量あるな。作りすぎた気がする。ちょっともったいないので返しは移してと。はい、一杯目完食でございます。今一杯食べましたけど、結構ね、お腹たまるよ。てかこれどんどん混ぜていくとさ、チャーシューのこの燻製チャーシュー、香りがね、全体に移るんですよ。またこのスモーキーな感じが、こう全体をね、キュッと引き締めてくれますね。これがいいアクセントになってる。いやー、なんだかんだ腹いっぺー。
普段こうやってね、ラーメンね、撮影してなくても結構作ったりするんですよ。ただ、やっぱりね、こうスープを炊くってなると、もう何時間もかかっちゃって、結局ね、朝から作っても食べれるの夕方とか夜になっちゃうんですよ。ただ、こうやってね、こう TKM とか混ぜそばだったら、朝作っても昼間のうちにね、食べれるんで、いいね、手軽で。だって今日製麺したって、4時間かかってないと思うんですよね。めちゃめちゃ早い。まあ普通の人は製麺とかスープも炊かないか。うん。せっかくだからゴールデンタイガーさんに送ろう。お腹いっぱい。これ2つの丼で量的に言ったらさ、相当あるのよ。お店でいつも撮影でね、食べているすり鉢よりも絶対麺ある。めっちゃ多いもん。この輪切りのトマトが最後の一口ございます。うん。ごちそうさまでした。はい、ということで、ただいまね、食べ終わりました。自分で言うのもなんなんですけど、完成度は高かった。僕がね、よく言っているゴールデンタイガーさん、本家のものにはもちろんね、負けるというか、追いつけはしないけど、自分で作ったっていう満足感もあるんで、個人的にはね、こう本家にも引けを取らないような TKM が完成しました。いやー、大満足のもう自家製 TKM でございました。市販で売っているね、麺とかを使っても美味しい TKM できますんで、ぜひ皆様なりのね、この TKM ご自宅でアレンジして作ってみるのもいいんじゃないでしょうか。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画があったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。